皆さん、こんにちは。ワネルグルビッチです。では、今回は、帝都の決断をバーブ北ヤマトとコーリベンジ、続けていきたいと思います。前回はですね、いよいよハワイ攻略を視野に入れて、中部太平洋まで、艦隊を進めました。で今回は、ミッドウェイ、さらにハワイと、連続で攻撃をね、仕掛けて一気にハワイ陥落を目指していきたいと思います。じゃあ、まず、ハワイを目指すにあたって、ミッドウェイの攻略に当たっていくんですが、ミッドウェイがですね、決して簡単な敵ではない。戦艦あり、空母あり。特に空母が、これ護衛空母なんで、どちらかというと、直縁に気をつけなきゃいけないのかなというふうに思っています。で、味方の方はというとですね、ちょっと井上さんを戻して、4隻空母体制に要約することができて、150機、150機、100機ということで、合計550機の航空機を用意しています。うち攻撃に使えるものが300機としても300機のね、攻撃隊を要する艦隊ということになりますので、この300機を持ってね、ハワイ攻略を成し遂げていきたいと思います。で、艦隊の護衛には、潜水艦隊を2個艦隊つけましょう。これで、まずはミッドウェイ。うわ、トラック沖の攻略からですね。ちょっとここはサクッと進めちゃいます。はい、トラック置きは逃げ切りですね。そしたらミッドウェイに入っていきましょう。もちろん、空母艦隊に護衛につけた潜水艦隊をつけます。で、夜明けとともに出撃して、おお、雨が降ってくれてるね。そしたらまずですね、潜水艦隊は現状維持。潜水艦隊単独で突入させるとかなりのダメージを受けてしまうので、ちょっとそうならないようにね、一旦、潜水艦隊は現状維持にします。で、空母から2隻の空母から敵基地の攻撃を行っていきます。その他は一旦索敵に回りましょう。で、残り2隻の空母からはですね、敵発見をしたら艦載機を飛ばしていきます。雨が降ってくれているのであれば、このうちに敵の基地を破壊しましょう。で、敵、護衛空母が何隻か入っていたので、敵の直縁とね、ぶつかることになると思うんですけど、多少護衛機は増やしているものの、やっぱり敵の直縁とね、まともにやり合うと、こちらは足の遅い爆撃機、重い爆弾を背負った爆撃機になるんで、ちょっとね、戦いが不利になるかなと思っているので、最優先で敵の空母を狙っていきます。さあ、第一艦隊の方は少し退避行動に入りましょう。敵の空母であったり、あるいは戦艦であったりっていったところをね、優先的に仕留めていきましょう。そしたら、護衛の潜水艦部隊も投入していきます。ちょっと敵の戦艦が近くに来すぎているので、これは警戒していきます。近いな。敵の戦艦部隊が近い。近すぎる。危険だね。
ちょっと急いで離脱したいな。と同時に急いで潜水艦部隊の救援を待ちましょう。敵の戦艦部隊に今爆撃隊が突入してる感じですね。ただ敵がだいぶ近いな。これ以上近寄られると敵の戦艦の主砲の射程圏内に入ってしまうので、いち早く敵の艦隊をね駆逐していきましょう。潜水艦部隊の到着が待たれるな。まあ、できれば潜水艦がね、近寄ってくる前に敵の駆逐艦ケージュン、この辺りのクラスはね確実に排除しておいてあげた方が潜水艦が働きやすい環境が整うので、ちょっとそこもね、重点的に最初に攻撃するのを駆逐艦ケージュン、小型艦に狙いを変えていきましょう。ちょっとね当たりづらいんですよね、特に爆撃機は。雷影機であればね、すでに誘導魚雷を発射できるので、まあ、仕留めやすいかなとは思います。さあ、新たな敵の艦隊。これを発見してるな。次の攻撃を行っていきます。どうする？次はこちらの戦艦、狙う前に消えちゃったね。捉え損ないましたね。であれば見えているところを先に優先的に潰していく。でその間にしっかりと索敵機も飛ばしましょう。で空母艦隊の方は一路進路を北側にとって潜水艦隊との合流を図ります。了解。航空隊、ここは少なくても空母は無傷で行きたいので、確実に距離を取って戦いたいですよね。敵の小型艦をねちょっと狙っていきましょう。潜水艦隊もハワイでね活躍してもらいたいので、ハワイで戦えるように潜水艦をねできるだけ生存させたい。今のところ一応作戦通りにね、展開はしているようなので、このままこのままと。夜の間がちょっと心配かなとはね。夜の間は特に知らないうちにね敵艦隊が忍び寄ってきているなんていうことがありますからね。うわ、ここに結構大規模な艦隊がいるな。まずはここにいる敵の駆逐艦とかをね仕留めておきましょう。だ、消えてしまった。
ちょっと敵を完全に見失ったかな。そうですね、敵をちょっと見失っているので空母艦隊は潜水艦の後ろに隠れましょう。これで、空母艦隊がね、少なくとも潜水艦によって守られると。そういう状況になるかなと思います。では夜明けを待ちましょう。発見したね。どこで発見した？敵艦を発見したのであればすぐに攻撃隊を出したいけどね。ここだ。ここで敵艦発見したな。これはもう確実に空母から攻撃で仕留めましょう。無駄に潜水艦の弾を使わせたくない。仕留めてくれたね。よし、味方の損害はゼロだね。これでハワイで心置きなく決戦に挑めますね。艦載機だけ補充しましょう。まあ、次の次を見据えての補充、ということになりますが、まず爆撃機はあるので護衛機、これを少し生産して、あとはこの先必要になってくる雷撃機、そして偵察機生産。1機だけか。ちょっとアルミを使いすぎたかな。では第一艦隊ミッドウェーの方の艦載機、いやー飛龍から20機も失ってるのか。結構失ったなぁ。爆撃機をマックス配備。んで、井上さんどころか、ここはじゃあ、雷撃機を配備。で、伊藤さん。ここもね、ちょっと数が減っちゃってるので、増やしましょう。これで艦載機の補充が完了したんで、一気にハワイ沖に艦隊を進めましょう。ハワイで蓋をしてアメリカ軍を封じ込める。ハワイ攻略戦、それをする前に一旦スパイがいないところがないかサクッと確認しておきましょうか。この先アメリカ軍を撃破したらイギリス軍ということになりますからね。ハワイ攻略戦ですね。今回はもう潜水艦隊ものっけから投入していきます。敵の艦隊が多いと思うので、もう初手からね全力投球できます。まずは敵の基地一つ目ですね、一番上にある基地、これを2隻の空母からの攻撃で仕留めます。あとは偵察機を飛ばして残り2隻の空母から敵艦隊の攻撃に備えましょう。敵を発見したらすぐさま航空攻撃をかけていく。敵艦を発見、敵艦を発見。こっちの戦艦部隊を先に叩きましょうか。
地攻撃は順調に進んでますね。なに、こっちに空母がいたか。基地は1個破壊したけどね、こっちにも空母がいるから、こっちの空母だけでも仕留めておきたいね。敵の直面が多いな。さすがだな、アメリカ軍。潜水艦がしっかり仕事をしてくれればいいんだけどね。まあ、ここは敵のね、駆逐艦が護衛に大量についてるので、まあ、特攻型潜水艦の特攻たるゆえんをちょっと見せてもらおうかというところかな。さあ、こっちには敵の大規模な艦隊が控えている。そしたら第一艦隊から航空隊を収容したらすぐに攻撃に向かいましょう。な、やってくれる。偵察機もちょっと今上がれない状態ですね。嵐になっちゃってると飛べないからね。ただ確実に敵の艦隊がいるので、確実にその敵の艦隊を仕留める。もう確実性重視でいきましょう。敵の艦隊を発見してるけど、爆撃機は敵の艦隊を素通りして敵の基地攻撃だよね。まあ、そこはしょうがないかな。では夜間の間時間進めていっちゃいます。敵の艦隊を発見、潜水艦がタッチしてくれたな。これはすかさず狙っていきたい。さあ、敵の空母を見つけましたね。狙っていきます。直縁が出てるな。これは護衛空母ですね。敵の護衛空母が飛んでいるので、この護衛空母に先制攻撃を浴びせていきましょう。
いやー数が多いな。やっぱりハワイはね、数が多いですね。味方の潜水艦隊はほぼ壊滅しているので、あとは空母艦隊でね、しっかり潜水艦の敵を撃っていきましょう。敵基地攻撃も並行しましょう。敵の直縁が多いな。追い回されてるとね、徹底的にやられてしまうっていうのがあるんですけど、ここはもう一撃我慢しましょう。で、敵の基地を破壊して満を持して戦うというとこかな。まずいな、敵に位置がバレてる。全艦出ちゃってる。残ってれば敵の艦隊を潰そうに咲きましょう。急いで上がってくれ。爆撃機が来てる。敵の爆撃機が来てるけど、これは追い払える。早いな。接近されるときついな。接近されると本当にきつい。この夜のうちに逃げ切りたい。空母にもダメージが出てますからね。いやー、ここは夜のうちに敵の基地を破壊しとこう。だ、ここで見つけてしまうか。敵艦をここで発見されてしまっている。夜の間逃げ切れるかな。発見している。ここで仕留めておく。あ、自殺行為とも取れますけどね。あえて敵に味方の位置を知らせているっていう時点で。
空母は絶対にね沈められたくないので、魚雷もぶっ放しつつ、まさに総力戦で戦いを挑みましょう。もうすぐ夜明けになりますしね。敵の増援を確認ということ、さああと1日だ。この1日の中でどこまで戦えるかだな。さああとは偵察機を飛ばして敵の増援の位置を確認していきます。どうしても勝ち切りたいんでね、ここは敵の位置を探って仕留めていきたいですよね。ハワイであれば傷ついた空母も直せますからね。ここに座礁している敵の駆逐艦がケージュンですね、ケージュンいるんでこれは仕留めておきます。敵がどこかにいる。発見できないまま終わってしまうのか。
ちょっと発見できなそうですね。残念だな。このターンで仕留められる戦いだったと思うんですけどね。ん？敵発見してる？敵の直縁が出てるということはこの辺りに空母がいるな。ただちょっとタイムオーバーかな。そうですね、結構大規模な艦隊ですね。もう一戦ということになるかな。味方のは潜水艦がやられてますが、敵の方は壊滅的なダメージを与えてますので、このまま連戦でいきましょう。ハワイ攻略にあたってはやっぱりね、戦力が多ければ多いほどいいというのはあるんですが、今回は偵察機を作りましょう。偵察機がだいぶやられちゃってますからね。で、あとは雷撃、敵の戦艦を沈めるには雷撃、さらに護衛、残ったアルミで爆撃機の補充をします。3機か、ちょっと少ないな。がここはそのまま行きます。偵察機の数を少し増やしましょう。だいぶ偵察機が目減りしてますね。さらに雷撃機の数も増やします。で、井上さんのところもねだいぶ減ってますん でここも偵察機を少し増やして、ここは爆撃機3機しか補充できませんが、爆撃機に残りは雷撃機を配備しておきます。で、ここは偵察機だな。で、城島さんの巡洋のところも偵察機を増やしましょう。こんなところですかね。これで連戦に挑みます。ちょうどハワイはスパイが逮捕されたか、タイミング悪いね。ただここは躊躇しているというところではないので、一気にね仕留めに行きましょう。潜水艦隊もダメージ受けてますけどね。で、この先効率的に戦いを進めるためにですね、空母をさらに増強しておきましょう。洋上要塞型の空母、これを2隻新たに建造。うわ、トラック沖だね。じゃあちょっとこのトラック沖の戦いはちゃっと進めちゃいます。ではハワイに第2波攻撃を仕掛けていきましょう。もうすでに敵の艦隊のみになっているはずなので、今回は敵基地を考えずに済みますね。了解。了解。敵の艦隊の位置を探っていきます。了解。敵を発見したらすぐさま航空攻撃。発見した。かなりの大規模だな。いや、これだからアメリカ軍は潰しがいがあるな。とりあえず全速力で退避。敵の空母を最優先で仕留めます。味方の直縁、敵の直縁をね上げさせないために最優先で敵の空母を仕留める。
敵の爆撃機が来る。早いな。直炎をしっかり上げて、艦隊戦になるね。これはまさに日米の空母決戦だな。まだ敵の空母はいる。対発射空母は全速力で退避だ。甲板がやられた天城だな。天城を沈められるわけにはいかないですからね。大丈夫か、天城の撤退ルートがよろしくないぞ。ああやられた。やるな。洋上要塞型の空母はね、まあ、敵に狙われたら足が遅いので厳しいですよね。完全に敵に取り憑かれてるからな。な、食らってるぞ。まずいことになってる。空母が沈められるぞ。ちょっと待ってくれ。撤退します。くう、敵の戦艦に取り憑かれてる。ちょっと隊列が乱れてるのも良くないね。なんとか。なんとか空母は逃げ切ってほしい。よし、逃げ切った。いやー、まさに総力戦だな。ここを何としても勝ち抜かないと。敵艦撃沈。艦隊の指揮を取りましょう。夜の間に体制を整える。
一隻の空母を失って一隻の空母が大破、まあ、そういう状態ですね今。まあ、ただまだ空母2隻十分戦える戦力を残してますからね。敵の位置を発見したら潰しておく。虎の子の空母を失った代償としたハワイを絶対に取りたいですからね。敵の直縁が多いんだよね。護衛機はほぼ直縁だからね。味方の損害もバカにならない状態だな。ただここで引くわけにはいかないからね。そしたら空母だけ単艦運用して残りは艦隊攻撃を、艦隊戦を仕掛けていきましょう。もうそういう段階だ。なので空母がね、護衛艦なしに単艦運用することになるので、敵との距離感はしっかり大事にしていきましょう。敵の戦艦が寄ってきてるね。この戦艦も仕留めたいよな。残っているのはこの戦力だけであってくれればいいな。第一艦隊の指揮を取ります。まあ、夜のうちですけどね、味方の艦隊が敵にタッチしてくれているので効率的に航空攻撃が加えられているという状態です。
これで終わってくれた。よかった。空母一隻。そしてもう一隻空母大破しましたけど、ハワイを取りましたね。天城が撃沈されましたが、なんとか、ハワイを取った。はい。というわけで、ハワイ攻略スペシャル。まあそういう形でね、今回は結果的にお届けすることができたんじゃないかなと思います。では次回はですね、いよいよアメリカの本土攻撃をね、行っていこうと思います。南太平洋、マーシャル沖、アリューシャンあたりはね、サクッと攻略しておいて、次回、アメリカ西海岸の攻撃を行っていきたいと思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。